昭恵夫人の旦那さんがさ、って言ってたらさ、痛い、あのね、マジで痛い。今日めっちゃ麻酔したんですよ。だからちょっと滑舌がいつもに増して悪いと思うんですけど、じゃあ歯医者でね、歯医者で麻酔した。それが今痛かったって話なんですけど、笑ったってことですよね。それだけ本気で笑ったのは、昭恵夫人の、旦那さんが、僕が旦那さんって呼んでたらしいんですよ、すごい。それは、テクニックを教えてくれたからね。で、どうやってやるんだっけ？おぉ、やり方忘れてる。テクニックを教えてくれたんですよ。つかみながら、うわ、全然ちゃうやん。え、こんなんじゃなかったよね、麺が。コース自体は違うんか。同じコースで難しいことになってるわけじゃないんや。これね。うわー、むずい。むずい。入った。すげえ。バツ。何の話だったっけ。でも、全然コースが違う。手を握りながら飛べば、どっか捕まるよっていうのを旦那さんが教えてくれて、旦那言ってたら、旦那さんが喜んだっていうね。まさかのその、おっさんがおっさん呼んで。おっさんか分かんないけど、旦那さんはおっさんがおっさん呼んで喜ぶっていう、全然難しくないこれ。喜ぶっていうことがあったんで、ちょっと続けてみようかなと思ったのと、あとその旦那さんが言う、昭恵夫人かな、言うには、ボーナスステージあるじゃないですか。そのボーナスステージがこうやってね、掴むっていうことも表現しないと点数取れませんよって。俺どうやって点数取るのって言ってたんやけど、っていうか、どこどうやってクリアするのこれって言ってたんやけど、どうやって点数取るのっていうのは、掴むを表現しなさいっていう風に教えてくれたのもあって、それもやっていこうかなと思うけど、ボーナスステージに行けるかどうかは分かんないですけどね。っていうか、俺掴むっていうゲームなのにさ、掴むを忘れてる俺って、全然俺このゲームの体感的に、すっごい直感的に体感できるわって言ってたのに、全然掴むを表現できてない自分は全然まだまだやなと思いました。昭恵夫人と昭恵旦那、ありがとうございました。これどうやってやるの、この面。この面でもう俺終わりじゃない？めっちゃむずくないこれ。何これ、え、俺のキャラでいけるんかこれ。違う手にカスタマイズできるんかなって俺思ってたんですけど、そのシステムもしかして本当にある？またこれ旦那さんに聞かなあかんじゃない、この面どうやってクリアするんか。全然飛べんわこれ。ちょっとスマブラやってくるわ。スマブラで今日盤上と和井が出てしまったのと、あと桜井さんのコメントがめちゃくちゃ面白かったからさ、それはやっぱやってかなあかんなと思って、こんな面をね20分も撮ってる暇も、見てる人もの暇もないんで、そんなんね、撮る暇もなければ見てる人の暇もないんで、これでバイバーイということで失礼いたします。難しかったっていう動画にしよう。